誰にでも簡単に組み立てることができます。それでは手順を説明します。組み立て前に必要な工具をご用意ください。電動工具があるとより便利です。組み立て前にパッケージを開け、部品が揃っていることを確かめましょう。部材や床などを傷つけないよう布や段ボールの上で組み立ててください。組み立て1、側板・裏板止め、地板の組み立て。最初に側板に地板を取り付けます。裏板止めを取り付ける際は方向に注意してください。組み立て2、台は裏板・側板の組み立て。台輪の取り付けには必ず接着剤を使用してください。裏板は色・柄のある面を内側にして取り付けてください。接着剤をつけて反対の側板を取り付けます。3つのビスは均等に締めていくと安定して組み立てられます。組み立て3、裏板・天板の組み立て。裏板・ジョイナー・裏板の順に差し込んでいきます。高さ49から 149.9 のタイプはハンマーで木製ジョイントを打ち込みます。組み立て4、移動固定棚の取り付け。収納物を想定しフリーストップ棚受けを取り付けましょう。移動固定棚は強度保持のためなるべく均等に取り付けてください。組み立て5、仕上げ。裏板は溝との間に接着剤を流し込んで固定してください。本体の強度が大幅にアップします。